パーシー・フォーセット失われた都市 Z はイギリスの探検家パーシー・フォーセットがブラジルのマットグロス蘇州のジャングルの中に存在すると考えていた先住民の都市。失われた都市 Z という名称はフォーセット自身が命名した。フォーセットは南アメリカの初期の歴史と自身のアマゾン川流域の探検に基づきかつてこの地には複雑な文明が存在し今でもその遺跡が 残っている可能性があるという理論を立てた。フォーセットはブラジル国立図書館でポルトガル人バンデーランテスの銃を出しるバギーマー一種が書き残したとされるマニュースクリプト512という文章を発見した。その文書には1753年にバンデーランテスの集団がアーチや像、ヒエログリフが刻まれた神殿などがある古代都市の遺跡を発見したと記されている。 彼は遺跡に関して詳細に書き残したが、都市の位置については情報を残さなかった。マニュスクリプト512は、バイイア州のサートでの探検の後に書かれた。フォーセットが Z 発見に向けて探検の準備をしている時に第一次世界大戦が勃発し、イギリス政府の支援を受けられなくなった。フォーセットはイギリスに戻って、西部戦線に従事した。1920年、 都市を発見するために、個人的な探検に乗り出したが、結果的に熱に苦しませる荷物を運搬する動物を射殺することになったので探検を諦めた。5年後に行われた2回目の探検で、ホーセットとその息子のジャック、ジャックの友人のローリー・ライメルは、マットグロスソのジャングルで姿を消した。研究者は、新宮川上流近くにあるクヒクグ遺跡について、先住民から聞いた情報が、 フォーセットの考えに影響を与えたと考えている。クヒクグ遺跡はフォーセットがジャングルで死亡した後と思われる1925年に西洋人によって発見された。この遺跡で発見された20の町や村にはかつて5万人もの人々が住んでいた可能性がある。アマゾニア南部の河岸地域での大きな幾何学的な土類の発見は フォーセットの理論を裏付けるものとして考えられている。2005年アメリカのジャーナリストデイビッド・グランが雑誌ザ・ニューヨーカーにてフォーセットの遠征と発見を取り上げたザ・ロスト・シティ・オブ・ゼットというタイトルの記事を寄稿した。2009年には同名の本を出版し、2016年には脚本家のジェームズ・グレイによりロスト・シティ・ゼットを失われた黄金都市のタイトルで映画化され、 チャーリー・ハナム、ロバート・パティンソン、トム・ホランド、シエナ・ミラーらが主演を務めた。2018年に発売されたビデオゲーム、シャドウ・オブ・ザ・トゥーム・レーダーにおいては、主人公、ダラクロフトが、フォーセットの謎を解き、失われた都市がペルーにあると推定する。ありがとうございます。